立花園子のハピスマアフタヌーン。時計の針は12時を回りました。 FM 小沢沖の皆さん、こんにちは。さあ、毎週月曜日、千葉のその子のハピスマアフタヌーンスタートいたしますよ。まあ主婦日、毎週曜日代わりで担当がおりますけどもね、金曜日吉野さんからのバトンを受け取りまして、月曜日からまたスタートとなります。よろしくお願いいたします。さあ皆さん、今日いい天気ね。沖縄地方暑いな今日ちょっと首周りしっかり締めたお洋服を着てるもんですから、掃除をしてるとかなり汗をかきましたけども、皆さんいかがでしょうかね。さあ、そして先週、水木金と沖縄地方では旧盆ね、旧暦でお盆をこう迎え入れるわけなんですけども、どうでしたか。週末にかけてはエイサーのイベントが各地で繰り広げられておりましたけども、私もね、近所の公民館の方をちょっと通りながらね、こうエイサーの演舞を見てきたんですけども、もうなんかエイサーが終わるとなんだか夏も後半に入ってきたなと、ちょっと寂しい気分にはなりますけどもね。なんだけどもやっぱりね、この季節の移り変わりっていうのもすごくいいななんて思いました。朝なんてね、すがすがしいこう空気が気持ちいいなと思いましたけども、まあね、この番組見ていただいている方、ツイキャスの方は県外の方結構いらっしゃいますから、そちらの方ももっと秋めいてきたんだろうななんて思っております。どうでしょうかね、皆さんのところね。早速ツイキャス、イーサーさんですね。栃木はどんより曇り空なきと、晴れてる方が好きなんでしょうかもうあまり暑すぎたからね、そちらね、もうそろそろ秋めいてちょっとのんびりするのもいいでしょうねさあ、沖縄地方のお天気先に紹介します。沖縄気象台発表によりますと、沖縄地方は高気圧に覆われて晴れており、にわか雨のところもちょっとありますと出てますが、本島中南部地方の天気は晴れ、この後の降水確率1日通して 20% となっております。日中の最高気温は31度です。まだ30度超えますね。真夏日ですね。まあ風がちょっとあったから少しは気持ちいいかななんて思いましたが、まあ風も南西の風後南の風ということで、暖かい暑い風といった方がいいんでしょうかね。そういう風が吹いております。波の高さ 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。沖縄本島地方の沿岸や河口付近の低地では、明日1日にかけて高い潮位による浸水や冠水に注意してくださいと出てます。沖縄本島地方では明日1日雷の発生する恐れもありますよと。気になる明日のお天気なんですけどもね、曇りから雨という予報が出ております。以上、本日のお天気でした。今週もリスナープレゼントを用意してます。5週目ということになりますけどもね、今週のリスナープレゼントは北中城島袋にございますお食事どころ桃庵のペア食事券を一組様ご用意できました。ご希望の方はメールで電話でご応募ください。件名に主婦帯リスナープレゼントと必ず書いてくださいね。見落とさないようにしたいから、はい、そして本文にはお名前、ご連絡先を必ずご明記ください。また番組へのご意見ご感想もいただけると嬉しいかなと思います。メールアドレスが 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。そして電話ファックスが 098-934-8653 934-8653 番となっております。当選者は来週のこの時間、千葉のその子のハピスマアフタヌーンで紹介しますからね。皆さんたくさんご応募ください。桃庵さんは日本のね、日本食がメインになってます。日本そば、そして日本天ぷらが楽しめるお店さんですから、ぜひね、ご希望の方ご応募ください。ただし当選者はスタジオに取りに来ていただくか、着払いで発送という形になりますので、ご了承ください。よろしくお願いします。さあ、ツイキャス、コスモさん入ってきました。やっほー、元気ですか。コスモさん、札幌は曇り空、予想最高気温は26度と、
はい、26度か、すがすがしいでしょうね、気持ちいいんだろうな羨ましい。まあね、コスモさん、札幌から食べに行くにはちょっと遠いなということですが、いつかね、またコスモさん沖縄にいらっしゃるタイミングがあれば、それに合わせてご応募してみてはいかがでしょうか。さあ、そして先週のリスナープレゼント、大人気のカフーリゾート付着コンドホテルのワイン&ダイニングザ・オレンジのペア食事券2組様でしたけども、本当にたくさんのご応募いただきまして、当選者今回くじ引きで決めさせていただきました。スタッフにね、こう引いてもらったんですけども、お二人紹介しましょう。まずお一人目、ラジオネームアッキーさんです。おめでとうございます。アッキーさん、久しぶりですね、ご当選されました。カフーは初めてじゃないでしょうかね。うん、まあどなたと行くんでしょうか、楽しまれてください。アッキーおめでとう。そしてもう一方が、こちらは初メールの方でした。こんにちは、その子さん、カフーの食事が美味しいとおすすめされたので、ぜひ食べに行きたいです。リスナープレゼントください、かっこ笑いとコメント入ってました。ラジオネームコメルイさんです。おめでとうございます。後ほどお二人には私の方からご連絡しますので、楽しみに待っててちょんまげさあ早速ですけども、今日のオープニングナンバーちょっと悩んでたんですけどもね、メッセージも先に入ってたので、そのリクエストから叶えていこうかなと思っておりますが、まあ、その前に今日はゲストさんが CM の後登場するんですけども、時間があればですね、この後皆さんに二者択一投げてましたね、紹介しますよ。今好きな異性との思い出の曲ありますかという形で紹介していきたいと思います。今好きといっても恋愛感情とか、あとほら親子関係とかいろいろありますよね。好きっていう定義あると思うんですけども、その方との思い出の曲あれば、まあコメントいただけると嬉しいかなと。まあ実際かけられないんですけどね、今日はゲストさんがいらっしゃるんで、どの曲が思い出の曲、どうしてこの曲が思い出なんだよなんていうコメントがあるとちょっと嬉しいかなと思っております。後半戦ゲストの方と一緒にその話をしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。さあ、そして、ね、今日は、オープニングナンバー、私の思い出の曲かけようかななんて思ったんですが、早速リクエスト付きのメッセージが入っているので紹介しましょうね。ラジオネームあちゃこさんです。ありがとうございます。その子様、お疲れ様です。今週は歌の曲のリクエストをお願いします。これ私も大好き、すごい思い出がある曲ですね。中森明菜のサザンウィンドです。この曲は海岸沿いを車で走りながら聴くといい感じなんです。うん、わかります。私も同じくですね。私と明菜さんは同世代ですので、あの時代のアイドルが懐かしい。うん、リクエストもよろしくお願いしますと。そしてね、リスナープレゼントもということなんですが、その子様、暑さに負けず頑張ってくださいね、お店で聞いてますムフということで、いただいた曲、早速本日のオープニングナンバーといたしましょう。中森明菜のサザンウィンド。はい、この後はオーティス・ヨッシーが登場します。変なおっさんですけど、ブルースシンガーなんですよ。もう何回目だろうね、4、5回目、ね、でもブランクが長かった、なかったね、9ヶ月、うん、お互いに忙しくてね。いや、アンプ壊れてもう出たから、もう生ギターでも音出るから、これ出る、うん、出る、十分だよ。なんかさ、最近おがっちがさ、フェイスブックでさ、あの写真上げたの見た、みんなが集まってるの。私の読みたい読めた時のさまさまの送別会の写真あげて、みんなに会いたいなって書いてて、うわ、敷いてちょっと嬉しかった。あ、沖縄のこと忘れてないんだと思って。あいつはええや、いいやつだよね。会いたいね、またね、会いたい、うん、長崎やろ今、うん、なんか京都出るやろ、また例の曲で勝手に始めるという、はい、よろしく
短めに。それを入れたら2曲になるという。短めに。久しぶりやから。久しぶりだね。緊張はせえへんけども、まあなんかええもんやね、この景色。聞いた？第5週はね、オーティス・ヨッシーが登場するということで。今年はあと何回ぐらいあんねやろな、第5週。わかんない、どうだろうね。もうカレンダー見る実感もないわ。忙しすぎんじゃない？入ったね。ねえ。懐かしい。中学校ぐらいだったかな、この曲。何かかってるの？中森明菜のサザンウィンド。中森明菜、あんたうまかったな。明菜好きだった。似てるもんな。え？なんて、ヤンキーってこと？うん。何？聖子ちゃんではない。今、明菜何してるんだろう。どうなんでしょうね。CD はですね、著作権がかかっているのでネットではちょっとかけられないんですが、だそうです。あとで生歌を1曲披露してくれるということ。あ、下地さん、ヤッホーイ。あ、リスさん、アコギはええ音やなって。ええ音やろ。本当はアンプ通したかったんですけど、アンプが壊れてたけど、これはフルアコースティックの特製フェンダーのコロナードで3年しか作られてない。うわ、すげー。超ヴィンテージギター持ってきました。これ入ってんだよ、ネットではね。ネットだけで、うん、いいね、なんかこれね、こっちで撮ってんの、こっちで撮ってんの。あ、こっち。ネットはこっち、うん、これね、見てください。真横からバイオリンみたいにこう丸みがあるの、こうボディ。本当だね。ギターとかあんまりようわからんけど、でも見ただけで色気があるでしょ。裏面買ってこれふっくら膨らんでんの、この裏。ものすごい手のこんな手作りでね。なしてなして、うん、なして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 で、あ、メールがもうごつ来てる。いや、ありがとうございます。みゆさんから来てる。あ、みゆちゃん北九。おお、ハマった。ユニゾンしてしもた。すげえ、ハッピーアイスクリームだ。いや、いいね。ミュータントン北九のパーソナリティみゆさんだ。わーい、元気元気かい。会いたいね、今度12月来るって来るって言ってたね。ぜひ出演してもらいましょう。ここ、ね、あ、いいですね。で、僕の番組ちゃうやろ、勝手に。いいよいいよ、全然いいよ。バスカーさんも来るのかな、フルーティスト。バスカーさんってどんな人やろ。あの、ミユさんがいつも連れてくるフルート。あ、そうね、俺おたことないわ。あ、本当？俺ミユちゃん沖縄来て2回おたかな。うん、そやけど、そどっちも一人やった。うん、何回、何年も来てはんの。去年は来てないでしょ。去年来てない。毎回一緒に来るよ。あ、そうね。大体、うん。え、宴会も来てた。あ、でも、あの、FM 小座のそういう集まりには、まあ、出ないけど、番組には出たりはする。ねえ、みゆさんねー。CM 明けそのまますぐ入ろっか。はい。うん。お前ね、ユーストリームやったら、FM の生で聴いてる人よりも早く始まるわけ。ね。はい、10秒前。ようこそ、ようこそ、千葉なその声、ようこそ。ハッピースマーアフタヌーン、ハッピースマーアフタヌーン、FM 講座 76.1MHz、ようこそ、今日は良い天気の講座から。9ヶ月ぶりです。私はオーティス・ヨッシー。
この番組に出るときはいつも変なおっさんとしか紹介してくれません。だけどそれなりのミュージシャンなんやで俺は。少しはそういう扱いをしてほしいとは思うけど、小座なら小座ならボランティアでタダで出演なんでも OK や。しばらくの間どうぞゆたしくうにげさびら。 お邪魔してきましたよ。自己紹介どうぞ。どうも、一応レギュラーのゲストなんですけども毎月第5月曜日しか出させてもらえないあのしがない変なおっさんゲストで大手ずよしと申します。年に何回やるねん第5月曜日って。どうだろう、 3,4 回あるのかな。まあ 3,4 回はあるのかな、うん、まあ次はいつか後で調べておきましょうよろしくお願いします、はい。まあ、このおっさん来ると元気もらえるんでね、私もいいですね。でも9ヶ月間本当すいませんでした。いいえ、実は元気なくしてたんです。なんで、あなたにも姉御にも協力していただいたニュー DNA という大きなイベント、ね、大盛況やってんけどね。去年の11月やったっけ。11月末の最後の土日でね、うん、あれで死んでしまいましたもう爆死、忙しすぎたよあれもう確かにね、当時幹事、うん、幹事いうか事務局が全員バタバタ倒れていく中で私も1週間ぐらい高熱出して倒れたし、はい、まあ座長の新座取り言うたってとんでもないバカ野郎が、うん、本当一人だけ元気あったけど彼も本番中に熱が出て倒れて、ね、そうなんですよね、ほんでまあ1人抜け2人抜け3人抜け6人でスタートしたので3人やからね最後。そうだね、まあでも皆さんのねおかげで、まあ、大盛況に終わったんで、なんとかね、うん、今年もやりたかったんですけど誰も手を挙げてこないまあぼちぼちリュウタと相談しましょうと、これからどうするか、まあ、うん、そんな感じでございまして、はい、まあ、その後のこともちょっとだけ喋ると、うん、でまあ、3月頃に、うん、まあ、3-4ヶ月経ってから復活しまして、はい、復活のきっかけはなんかこうこのままでは夜の仕事ばっかりやってたら体がおかしになるからちょっと昼間まともに仕事しよう思って、実はおじいおばあが大好きやったから、そうだね、ミニデーを自治会に入ってミニデーのボランティアをねもう4年やってたからね、どうしてもなんか介護職っていうのをやりたく、ほんで介護学校行ったわけですよ。産後福祉カレッジって素晴らしかったね。あ、はいはいはい、そこで学んですぐにヘル昔でいうヘルパー2級、それの資格いただいて、それで今改正会の首里の方のね、はい、改正会で、月に半分15日働いております。お、まあ、そんな感じでどんどん今日分からへんかった、めっちゃ痩せた、痩せてる、うん、いや言おうかなと思ったらなんかさ、おっさんに痩せたった病気っていうのっていや病気は生まれつきやがほっといてくれば、まあ、何ちゅう失礼なことで、いやいや、まあ、ほんまに、まあ、ほんまに健康的に痩せてんねん、だから力仕事やから。あ、そっかそっか。でケアせなあかん10名の方々が皆さん結構重度のね、うん、障害というか、まあ、地方症なり体が動かへんなりで、すごいこう起こしたりお風呂入れたりと全部やってるもんで、それですごい汗かかしていただいてるんで、もう8キロ痩せたよ、羨ましい。てな感じでございまして、やっと元気になったんで、その子姉子にこう連絡取ったと、そういうことでございます。はい、よかったです、元気になってね、本当は1回あったんだけどね、もう無理って言ってね、1回だけね、そうそう、欠席したんです。できませんとよかったよかった、元気であれば。おかげさまで。まあでもさ、頼りなければ元気だろうなという感じでね。まあそれはあるね、頼りがないのは良い頼りってね、そう昔から言われます。なんだかんだ言いながらつかず離れずの関係の、そうそう、いや ついてるんちゃう結局そうね、離れてるようで離れてる気しないからね。なんだろうね、このいや、それはやっぱり信頼関係というやつちゃいますか。言いますか。そう思うで、ほんまに。まあ、姉子的なちょっと嬉しい発言いただきました。いや、そりゃそうやろ。やっぱりもうこの子は大丈夫やみたいに思ったら別に会わんでも会おうても、まあ、とにかくそれは会いたいけど、まあ
えー、あいつギターってウェルカムしてくれるの間違いないってもう信じきってるというそんなところがあるな。もちろんだよもちろん、まあ、ただちょっと忙しくてね本当にね、うん、知ってるあれもし倒れるぞそのままやったら。大丈夫大丈夫、私は全然、まあ、笑ってるうちは平気です。いやいやあとはもうほらオーティスがこう今日も素敵な楽曲を持ってきてもらってるので。そうそう、音楽の力ってすごいですからね。素晴らしいと思います。うん、はい、もうなんか知らないうちにすごい立派なアルバムができちゃってるんですよ。だから CD のレコーディング自体はちゃんと横浜でねプロのスタジオでびっくり、ね、CD デザインは全部私が全部やってます。で写真はね表紙になってるのはモッズでね、キャンさんのモッズ、うん、チャタンのモッズでやった時の、はい、写真をね、うん、一番目立つ写真で白黒でちょっと加工して出させてもらったのとか、ね、まあモッズ言ったらもうほんまに私にとっては沖縄来て最初にステージ出させてもらったとこなんでね、うん、すごい恩義を感じてるし、感じてると、まあ、他にも沖縄のライブハウスなり、クラブなりお店なりカフェなりものすごく世話になったから、うん、いろいろねスペシャルサンクスの欄には書いてあるんですよ、はい、ただまあ東京銀座や六本木とかの店にもお世話になってるしいっぱいこう書いてしまいすぎて、うん、FM 小座を載せられなかった、ごめんなさい。いいのよいいのよ、他にも FM 北九も載せたかったけど載せられなかった。あ、ね、他まあでもほら繋がってるから、そうそう、だからそういうことで、うん、まあ今日はね、あと写真記念写真、お世話になった方々へ新しい CD お届けしますの写真を今撮っていってるんで、またあとでツーショット撮って、撮らせてください。私もちょっとサイン入りの CD をいただきました、はいはい、まあ、バンバンかけてください ね、かけましょうね、はい、でアルバムのタイトルがかっこいいね、うん、黒と黄、ブラックンイエローということで、ブラックンイエローということで、これの意味はまあ分かる人は分かるけど、要するに黒人さんと黄色人種さん、うんうん、まあ、この話し出すともうキリがないのでぼじぼじ次まだもうちょっと話してもええの、うん、いいよ、この CD の、あ、 CD の宣伝させてもらいますと、うん、もうこれは制作に関してはもうすごい年月かけてやってきて、去年の8、ゴールデンウィークと 8月の夏休みですか、もう1年ぐらい前にレコーディングの方は済ませたんです、はい、うん、そうだね、その後秋までかけてマスタリングとミキシングっていう作業が結構面白いと同時に大変で、うん、全11曲の、ね、バランスとか、うん、右に何割左に何割って各楽器を配分するとかそういうのがミキシングの面倒くさそう、でも楽しいのよこれが。でまたエンジニアのね中村君いうのがご機嫌な男でね、ものすごく僕の意向を分かってくれて、うん、最高の仕上げしてくれました。このスタジオ有名なよ、金子麻里さんとか、うん、上田正樹さんとかがね利用もされてる。でオーナーはウォーターカラースタジオって言うんですけども、うん、横浜のね閑静な住宅街にポツンとある素敵なスタジオで、中村雄介さんいうのはもう横浜では知らない人がいないぐらいかっこいいブルースマンの兄さんなんですよ、うんうん、その兄さんにも世話になってるしみたいな、うん、まあそこでかっこいいスタジオやからここでレコーディングしたいですわ言い出してからもう5年ぐらい経ってるわ本当、これでやっとかなって、でそれで先ほど冒頭に申し上げました、ニュー DNA というイベントでレコーディングともう寸前まで発売寸前まで準備できてたけどもぶっ倒れたんで、ね、うん、まあ3月から復活して、うん、トントントーンともう調子に乗り出すと私早いん で、はい、で6月5月中には準備ができて、6月にいろんなジャスラックとかね、うん、あとプレスの業者さんとか、うん、あと販売を頼む販売会社さんとか、うん、あとまあアマゾンの方とか、それさらにネット配信も今回させてもらうので、うん、オフィシャルには10月7日、うん、アマゾンなどでご購入できますが、すで、はい、にまあ手売りの方ではね、うん、私自身がお店で売ったりとか、うん、ライブの時に売ったりとか、そんな感じで結構売れてて、うん、100枚突破してますもん。わーすごい、まだ発売したのが7月の半ばやったから、まあ1ヶ月ぐらいですけど、まあおかげさんで、うん、沖縄の方々ね本当お世話で、今回は今初めて喋るんかな、全部英語です。そうね、歌詞がね、うん、アメリカ生活長かったっていうのもあるんですけど沖縄来てからコザとかね、チャータンとか中心にライブやってると、うん、アメリカ人と一緒にやることが多いんで、うん、どん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 また英語でやる機会が増えたんで、はい、と同時にチャンプルチャンプルというか、ほんまに日本人 もバンドメンバーいろいろおるけども、うん、それで、うん、どん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 昔作った日本語の曲がどんどん英語で浮かんできて、ライブで英語で歌うようになって、うん、さらに英語だけで新曲ができたりしたもので、うん、新しい曲を含め全部で11曲全て英語の、はい、
ねアルバムになってます、うん、はい、じゃあここで一曲流しちゃいますか。ちょっと言葉がね、うん、Rated PG-15 とかね、うん、要するにちょっとお子様には聞かせてはいけないような単語もボロボロ出てきますが、はい、ノリノリのロックンロールからいってみましょう。 Pretty Pretty Darling、 よろしくゆたしく。走ってんねん、はい、ここで弾いてたよね、これに合わせて弾いてないと思う。あれだよ、ここで弾いてたよね。なんかおがちからもメール来てるよ。 Baby baby pretty pretty I love you little darling。 あかん、俺ヘッドホンつけたほうがいい前の。ということで俺の曲は解説すると、あの1枚目のアルバムではプリプリダーリンという日本語のタイトルで、うん、コミックソングです。コミックソング、まあなんていうの、仲良しの女性と同じ家に住みながら、女性には早起きてよ、布団を3回とかいろいろ言われながら、はいごめんなさい私が悪かった、そういう歌ですそうなの？これ全歌詞全部女性上位のことを歌にしてます、でまあ英語はさらに面白くなってます。あ、本当だ。でこの曲の英語版ではね、あの日本語版の方は、あの何でも甘いものは私が大好きを言うので、例えばあの4番か5番でしたけど最後の方でね、うん、あのわらび餅やみたらし団子とかいうのが出てくるけど、沖縄に来てからできた英語版の方はですね、ブルーシールアイスクリーム、A&R ルービア、ジミーズアップルパイ、ベニーモタルトを得て、この4つのが出てきます、ね、入れてるんだ。トラック4、トラック7かな。あ、これ7、うん、の歌詞カードで言うと上の方に書いてるから、どうやったか覚えてる。あ、本当だ、書いてる。で今回は、うん、まあ、お聞かせしたいですけど、ぜひね、ヒモ男の歌って伊沢さんが、ヒモではないですね。ヒモ男の歌ってこの、いや、ヒモではないです。一生懸命頑張ってるんですよ。日曜大工もするし、布団も干すし、だけど仕事かってちゃんとしてたんですよって俺のことが、いや、まあ実は半分ぐらい入ってますけども。でも彼女のために尽くして尽くして頑張る、ね、いいね、可愛い男の歌です。これはアメリカ人も好きですね、乗りますねこの歌って。まあそうなんで、まあ、楽しい歌をいっぱい入れてるんでね、ぜひね Amazon で10月7日から買います。今予約も受付中です。Amazon でオーティスヨシで検索すると2枚アルバム出してるんで2枚とも載ってきます、うん、1枚目がバラッズン言うてバラッドと何でしょうみたいな、何でしょう、そっちも気に入ってる。これは全曲10曲日本語の曲でばかりです。今回のは全部英語ですけど、歌詞カードとかはね、あの Facebook の友達になった上で、私すぐ友達、あのこの人は大丈夫や思ったらすぐ友達 OK しますけど、メッセージくれない人はちゃんと、あ、わかる、問い合わせします。ありがとうございます友達先生、ありがとうございます、だけどどうして私にとか、自己紹介してくれませんか言って返事が来た人は承認ほぼします、確実に。ただ驚くながらそれを売っても 10人中1人か2人しか返事くれない。だから一体この世の中はどこまで歴史が増えとるんやってね。わかるわ、ちょっとね、多いね、そうだ。やっぱりユースルームの人のことも考えたらずっと喋っとかなかもな。そうなんですよ。あとこの CD もしちょっと言うと、1曲だけインストルメンタルでほんの1分ちょっとの曲があります。前半年ぐらいここ出た時、半年以上前やな、9ヶ月ぐらい、リトルビーはここでもかけたと思う。うんうん、かけたかけた、途中やけど、そういうインストルメンタルの可愛い曲も入って、大好きなバラードも2、3曲入ってるのと、あとでね、今日のテーマ、今好きな人との思い出の曲一曲あるんですよ、何か。あるんですね。あるんです。今好きな女性誰でしょうっていろいろおるけど、まあいろいろおるって何もやわ。事故の。いや、お母さんも大事ですね。88歳、今年、あれ、米寿のお祝いもあります。じゃじゃじゃ、じゃじゃじゃ、じゃ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 。
わーん、終わりましたね。あ、まだ、この曲が終わってからのは CM が1本入るんか。入ります。はい、この後は何の話を変えた、まあ適当に。まだ半分しか進んでないの。なんか久しぶりに出ると今日は長く時間があるなみたいに思っちゃいます。え、はい、ということで姉は、普通の FM 小座バージョンで喋っていただきましょう。どうぞ。はい、はい、や次がじゃあ思い出、思い出があるけどね、うん、メール紹介しないとまずいな、これ。メール紹介を、メール紹介はやっぱあれやな、普通の FM ので流れてる時の、え、いや、あれ、あ、何言ってんのやろ、どうしたの、頭の中パニックしてる。いや、パニックになって、ユーストリームで流れてる部分と、うん、FM で流れてる部分は基本的には CD をかけてる時以外は一緒やねん。そうなんですよ、はい。今 CM が流れてる時はどっちも入ってへんねん。声は入ってる、ネットは。あ、ネットは入ってる、声は入ってます。その辺や。ね、みーさん、おがっちー、ミュータントのおがっちー、元気か。元気ー。あー、はい、会いたいよ。会いたいね。楽しかったもんね、あのメンバーね。おもろよ、うん、まあ、読みだもちょいちょい行くけどね、前ほど行く頻度はなくなっちゃった。キシャバシーンもね。キシャバー、おもろよ、キシャバー、キシャバー、それキシャバー。キッシャバトーレット近所なのに全然合わない、ま、だいろいろおんねん、近所やけど全然合わへんの。合わないな。千葉といえばあれ、ケンさんも、俺ケンさんちゃん、竹ちゃんマンも、そうだね、浦添に住んでるはずやねん。俺隣町やの、うん、全然合わへん。合わんな。よくね、あの Facebook がメッセージくれてる、うん、聞いとんの、うん、聞いとるかな、竹ちゃんマン。あ、わかんない、竹ちゃん聞いてるかな。聞いてないかもよ、忙しいかもよ。近況があんまりわからない。まっちゃんも、ま、ちょいちょい会うてんねん。松本ちゃんやって、あの女さんベースのオーナ ー, ー、うん、女ベースの、はいはいはい、なんかもうボロ儲けしとるらしいね、言うたら。なんかもう人がいないって言ってた。人いないいない、もうあいつも体壊すわ、忙しすぎて。マジかよ、まあ、壊すわ。まあ奥さんやお母さんが一緒やからな。知花園子のハピスマアフタヌーン。さあ、メールを紹介しましょう。たくさん来てるね。オーティス効果でしょうか。さあ、オーティス、こら、おっさん、はい。BGM しようかな。あ、いいよ、 BGM でも聞けなくなっちゃうでしょ。はい、メッセージ、はい、みゆさんからいただきました。嬉しいね、ありがとう。はい、こんにちは、その子さん。秋雨の北九州からです。と、気温は23度と涼しいですよ。涼しいね、羨ましい。今日はお友達のブルースシンガーヨッシーが出演と聞きメールしています。やほー。はい、その子さんの笑顔もヨッシーの声もとても懐かしく感じます。やほー。もう2年も沖縄に行ってませんから寂しいって。そうね、でも今年12月に行きますよと。そう、もう日付も決まってるようですね。お、うん、嬉しい。後でお知らせしましょうね。了解。はい、前半部分になってますね。楽しみやね。うん、よかった、なんとか行けそうだな。なんとかするよ。なんとかしましょう。飲みに行きましょうね。飲みに行きましょう。あ、もう今から待ち遠しくて、お二人にお会いできますように。では園子さん、この後も笑顔で生放送頑張ってくださいね。よし、準備中ですかね。後ろ姿がかっこ笑い、沖縄大好きなみゆから。後ろ姿いつの間に撮られた。あの最初の冒頭から、もう番組冒頭でメールいただいたんで、そちらでしょうね。ありがとうございます。そして、うん、こいつも懐かしい、おがっちだよ。おがっち、おがっち、おがっち、あなたの丸坊主に中をするのが好きでした。懐かしいね。あいつもこれ出たことあるんね。出ましたね、おがっちもね。はい、お久しぶりです。長崎の佐世保からおがっちです。うん、今日の長崎は雨、雨、降水確率 100%。 さすが長崎ですね。なんでみたいな。なんでやね。今日も雨だった。ね、今日も雨だった。これが前川清志。今もしとしと降っています、うん、でもだいぶ涼しくなり過ごしやすい日々となりました、うん、ところで今日のゲストの変なおじさん、うん、はい、トラ島のおじさん。お前に変なおじさん言われるとないわ。 お前も変なおじさんや。今のところトラ首位ですねと。あ、トラもう各自もう創立80周年なんです。そうみたいな、ね、阪神タイガー。
ます、ね、優勝しかありませんけど1ゲームさえ今でもそのうち落ちますよ何をさ何を言うとねほんまにええ加減にしなさいもう切る。それから広島が勝ち上がって優勝します。あ、広島も好きやね俺。もうね、阪神の2軍みたいやから、ね、そう広島好きだからひでえな2軍かよすいません、はい、沖縄市は広島のキャンプ地ですもんねって。あ、うん、そうか、小糸ね、うん、カープ島の、広島ファンの俺が宣言しますということで、いいね、またまたメールしますからねって。カープも本当はもっとね上位におらなあかんのに、うん、4位をゴロゴロしてるよね。ねえ、ゴロゴロとは言わかウロウロか、うん、あのスイスイ泳いでんじゃない今村さんからも来ましたけども、リクエストということで難しいなこれ。作詞作曲槙原紀之でイカ大王体操第2ってないし。そんなあんの。あるわけないしありがとうね本当に。さあそして、こちらはお花さんですね。ありがとうございます。その子さんこんにちは。お花です。お盆疲れないですかって。あきなちゃんのサザンウィンドウいいですね、あの頃思い出しますと、オープニングナンバーですね、うん、ありがとうございました。まだまだメール来てます。おがっち追伸ね、思い出の曲ね、今好きな異性との思い出の曲って書いたんだけど、今好きな人ではないでしょうねこれね。思い出の曲は夏の日の1993と、高校1年の頃それぞれの片思いの女の子を持って男同士でカラオケで熱唱してたと男同士で熱唱してたんだちょっと気持ち悪っ吉祥って君はそういう男だ。もうなんかおがちロマンチストかな、もしかしてね。どうなんだろう、わかんないけど。あ、結構ね男はロマンチスト多いですよ。あ、そうなんだ、うん、見えないところでね。見えないところで、うん、そっかそっかあ、そしてイーサーさんですね、いつもありがとうございます。その他ヨシーさん、リスナーの皆さん、このツアーイーサーです。8月も終わってしまい残り4ヶ月ですねと。空10、11、12、そうだね、あと4ヶ月しかないね。9月もイベントがありバタバタして大変でしょうが頑張ってくださいねと。二者択一ですがありますね、思い出の曲、好きな曲、うん、好きな女性と都内をドライブした風景を思い出せるのがゴスペラーズの東京スイートですねと。あ、あの曲好きです、私もいい曲、なんか都会なイメージありますね。ヨッシーさんが来るとハピスマもエンタ性高まると。リスナープレゼントもよろしくお願いします。ヨッシー変態だからね、ありがとう。誰が変態、止まれ、変態おっさんだからねそして、これはまどかさんですね、一言リスナープレゼントちょうだいと今日は何でしたっけプレゼント。ももあんさんのペア食事券、日本そば日本天ぷらが食べれる。そこ、天ぷらもな、うん、いいですよね。沖縄天ぷらもいいけど日本天ぷらもいただけるという、そういうお店さんのリスナープレゼントでございます。たくさんメッセージありがとうございました。オーティスにもなんかコメントがあればどんどんメッセージください。はい、お願いします。はい、じゃあまだまだヨッシーの話いこうかな。はい、うん、先ほどかけたナンバーちょっとプリティプリティダーリン面白かったね。面白いやろね、ご当地ソングに近いかもね、うん、そうですね、うん、さっきユーストリームでも喋ってたんですけど、日本語バージョンではね、普通のお菓子、うん、普通のお菓子でないね、さっきなんて言ってたっけな、何、要するに、わらび餅とかみたらし団子という歌詞、彼女がね、うんうんうん、付き合ってる彼女、一緒に住んでる彼女が、うん、こう好きなお菓子をあなたがくれて嬉しいわと、みたらし団子とか、まあ、ありがとういう歌詞があったんですけど英語ではね、うん、ブルーシールアイスクリーム A&W ルーピアとか ね、 言ってますね、ジミーズアップルパイベリーもタルトって言ってますからかなり沖縄食を出した出してますね、英語版になってま す、 てます、英語版によって別にね、1枚目を全部英語に直したんじゃないんですよ、うん、完全に演奏から何もかも取り直しと、1枚目に入ってた曲は5曲しか入ってんかな、5、6曲で、うん、あと5曲は5、6曲が新曲で、うん、全くの新曲で英語で先にできたみたいに思っていただいたらいいと思います。はい、うん、はい、じゃあもう1曲いく。あ、そうですね、なんか思い入れがある曲とかあれば。あ、もうその話後半に入ってるからいいのか。いいよ、うん、はい、じゃあ僕のアルバムの中からね、うん、1曲、うん、階段の先にっていう曲なんですけど、うん、まあこれは今大切な人がこの曲をものすごく好きでいてくれて、うん、要はどういう歌詞書いた、まあ、英語だから、まあ、分かる方は分かっていただけると思うんですが、はい、辛いことや悲しいことが人生いっぱいあるけども、うん、最後は絶対大丈夫だっていう歌なんです。応援ソングだ、それででもすごくさりげなく切なくこう
寂しいところからどんだけ元気になっているかと、やっぱりあなたに会えてよかったみたいな、そんな感じですね。あ、まあ素敵なラブソングじゃないですか。かなり素敵な歌ですヨッシーがラブソングを、はい、それとあの僕が全てのギターは僕が弾いてるんで、リードギターも素敵ですんで、うん、ぜひお楽しみください。はい、タイトルは、はい、Over the Stairs、 階段の先に。いい曲だね、結構いい曲だと思います。鍵貸してあげて、はい、みんなメールありがとうね。思い出の曲ね、いろいろありますよね。そういうの聞いて元気出ますよね。その思い出の曲とかね、こう気持ちが入ってる曲ってありますよね。私もありますけど言いません。ね、みんなに届けられたらいいんですけどね、これね、著作権がかかってるんですよ。ちゃんとしたアーティストさんだって。聞きたい方は買ってください。そう、ぜひ。手前味噌ですが、すべての曲が大好きです。あのブルースも、ブルースが3分の1、バラード調のが3分の1、ロックンロールがまあ少し 1、2曲、であとはサザンロックみたいな、ポップ調やけどみたいなのが2、3曲みたいな、全部で11曲です。かなり、もう自信作です。まあ出せただけでも嬉しいんやけど、はい、忙しいのもね、まあ売れたら売れたでさらに嬉しいんですけど、うん、まあ、ただもうすでに実はもう3枚目に取り掛かってて、今？レコーディングはあのオケドリーのがあって、要はあの半完成品状態で、すでに横浜 の、そのスタジオにあと15曲ぐらいはストックがあって、ほほ、次のアルバムは日本全曲日本語で、できる限りアコースティック色強めたいなと思ってます。今までバンドバンドで2枚出したんでね、まあ、バンドはバンドで何曲か入るんやけど、一人の技が最近好きで、まあどっちも好きなんですけどね、いろんなパターンでアルバムを揃えた方がなんかこう即席としてはこうご機嫌かなって。ほとんどもうアーティストってもう自己満足の世界だから ね、 そうなんだね、自己陶酔の世界。でもいいよね、そうやって自分の気持ちとかさ、それを表現できるって。そうやね、だから絵描きもそうやし、書道家もそうやと思うけど、やっぱ音楽はストレートやからね、自分の気持ちを歌詞に乗っけて、でそれをほら聴く側も結構こう入ってくるからさ、そう、同じように感じる人もおれば、ね、違う解釈する人もおるし、それはそれで嬉しいわけで、そうだからいろんなことが広がっていくので、アーティストさんってすごいなと思う、だって人の気持ちを豊かにしてくれるからね。まあそのようにね、自分が楽しめたらやっぱり人も楽しませるんじゃないかみたいなところあるよ、だから自分が辛かったらええ歌できないよ。そうだよね、辛すぎると辛い歌しかできないし、そう、あの病んでる時は病んでる曲聴くからね。意外とね、沖縄はカフェとかね、レストランとかで新曲できるんですよ、あの素敵な店があるからね、まあ、言うて悪いことではないので言うと、やっぱり茶壇とか の、 あの砂辺海岸というかあの宮城海岸のね、ニライっていう店でよう曲ができたり、ニライっていうお店にいるらしいですよ、最近、いや最近あんまり行ってないけど、それとあとユニゾン、カフェユニゾン、あそこも素敵な空間やから、そうだ、ああいうとこです、あのちょうどなんていうの330と58をつなぐデイゴ通りとかもね、真ん中にある。あ、雪色のパーパー久しぶりだな。誰って？雪色のパーパー。雪色のパーパー。
あの読谷の時から結構あのグループにいた。あ、そうなの。あの出てきは来なかったけど。おお。うん。なんか車の下に差し入れとか置いてた。久しぶりだな、パパ元気か？まあ僕もおったことあるのか、あのアホな宴会に。会ったことはない。絶対思ってには出てこなかった。あのグループにはいた、フェイスブックの。なるほど。うん。なるほど。いいね、ピアノ、うん、ピアノ頑張ってくれたよ、うん、コンキートンキー、山ピートン、いいね、ありがとうございます。よし、この曲は素敵な曲ですね、うん、あの中でも綺麗な英語ですよ、この曲に関してはね。綺麗な英語ですよ、もうだからスラングオンバレ、私は倉庫で、シアトルの倉庫で、あ5年間も倉庫の美しい英語の中でね、うん、5年もおったから、もう僕たった一人の日本人やったからもうありとあらゆるスラングオンパレードで、もう聞いたこともない単語にさらされて、うん、ノイローゼになったもん1年近くそれが理解できるようになってから逆に日本語わからないって思って、うわ、もう頭の中全部こうスラングで理解して、英語の米語のスラングで理解して、だから日本に出張で帰ってきたらお前もう黙っとけって、お前英語しかあかんわって上司に日本語で喋るの止められたこともあるんですよ。うわ、まあ、だからそういうので染まってしまったので、うん、他の曲、まあ曲 10曲、歌詞がある10曲の中で、うん、3曲ぐらいはかなりやばい英語です。あ、本当なんかね、アメリカ人もな、お前こんな歌聞いたことないこんな歌詞入れんな、歌詞見てるとそうそうそう、うわっていうのもいくつか見れましたけどもね、一応歌詞カードできる限りギリギリ政府のとこまでは書いてますが、実際は嘘を書いてるところも多々あります。あららら、で削除して印刷物として残しては余計やばいので、うん、歌詞カードからはもうこれはダメだというのは消してます。消して、はい、米がついてたりとかね、米がついてたり星になっていたりいろいろありますけど、これはこれで楽しんでください。そうだね、はい、はいはい、亀さん入ってきましたね、いらっしゃい、ちょうだいそれって何がちょうだいなんでしょうね、わかんない、さっきのそばちゃいまか、かな、天ぷらそば、はい、AKB ファンさん、その子さんこんにちは、と、はい、神戸からですね、ありがとうございます。いい、ね、うん、そして久しぶり雪色のパーパー ね、 私の思い出の曲は、あ、人生に涙ありですって、なんだろう、古っ、か知ってる、それ古い曲やね、思い切り昭和30年代ちゃうか、うっそ、パーパーでも私より一個上だったんだけどな、でも昔カラオケで久保田のミッシングを歌ったら、女友達にあんたが歌うと曲がかわいそうって言われたって、あんたに会うのは水戸黄門って言われました、それから私のカラオケレパートリーですと、あ、あの水戸黄門の歌、人生に涙ありって、あ、そうなん、人生ってやつ、そうなん、いや、そういうことなんか、俺は勘違いしてるのかな、なんかパパ歌ってるの聞いたことがあるような気がします。水戸黄門のテーマ曲やったらね、みんな知ってるね知ってますね、はいあ、でもパパも元気そうでよかった、ヨッシーが呼んだね、これ、 あれよ、あの琉球舞踊でちゃんと合わせられんねん、あれ、何、水戸黄門、水戸黄門、人生ボート漕いだりするようなところがある、ね、うち の踊りの先生、ね、そうなんだ、うちの自治会の踊りの先生、うん、私はボランティアやってるから、みんなでおばあたちと一緒に踊ってるんですけど、踊って歌ってね、はい、踊って歌える介護士、そうそう、踊って歌える介護士だからほとんど歌いまくってます、歌はみんなやっぱり喜ぶよね、喜ぶ、本当歌の力ってすごい、うん、素晴らしいと思いますよ、ね、はいはい、メッセージ届いてます。のほんそのちゃん、よしさん、リスナーの皆さん、こんにちは、こんにちは、はい、今日の二者択一、思い出の曲たくさんあるなと、その中でケツメイシの桜、うん、今の奥さんと知り合って初めてのデートで埼玉の、これ何と、わかんない、お花見デートしたと、その時に車で聴いていたのがケツメイシの桜です。名曲だね、うん、私多分聴いたらわかるから、うん、あれじゃん、まあ、私間違ったから意外と日本の曲がわからない、それは森山直太郎でしょ、そうか、うん、来年4月で出会って10年、早かったなと、ラジオネームタロスケさんからいただきました、茨城県からですね、はあ、なんかやっぱり奥さんとの思い出の曲ってうちの旦那も持ってんのかな、東京の旦那、うん、東じゃあ沖縄の旦那は誰なんだって内緒やで、内緒やで、何人か旦那おるぜみたいな、違う、陽気おるで違うでしょ
小座の旦那怖いわ、亀さん昨日あの旦那もうやめて裏添えのやめなっつうの思い出の曲フラッシュダンスって亀さん、あーいいね、What a feeling ですね、What a feeling アイリンキャラやったっけ、アイリンキャラ、そう私も大好きでしたねあれはね、うん、まあそんな感じでやっぱ皆さんそれぞれ思い出の曲、私が知ってたのは多分東京スイートとサザンウィンドぐらいかな、ケツメイシの桜って分かんない、ごめんな太郎ちゃん、でも聞いてみたらわ知ってるんちゃうか聞けば分かる、桜って結局いろんな、いろんなアーティストのタイトルだからね、曲がいろんな人で歌ってるよな、うん、だから難しいかなと、ねえ、お、よし、はい、時間がない、分かった、生歌一曲いこうよ、ちょっと一曲生歌、あのせっかく来てます、あとさイベン、あのライブの告知もしなきゃいけないから ね、 ね、ほんなん まず一曲でいいですか、はいよ、じゃあ、 あのアルバムに入ってるのは英語ですけど、うん、日本語で聞いてください、新曲で、もう忘れよう、もう忘れよう、涙はおよし、君には似合わないさあ、悲しむなんて、悲しむなんて君には似合わないさ、もう夜が明ける、冷えた体をぬくめてあげる、そのうなじもう忘れよう、寂しさなんかはいつかは消えるのさ、はい、どうもありがとうございました、かっこいい、いや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 、ちょっとね時間が押してるかなと思って、そうそうそう、一番だけにしました、いやいや生歌やっぱりねいいですね、あの拍手いただいてます、太郎ちゃんからもありがとうございま す、リスさんがシャツいいねと、あ、カリウシ、カリウシ、高級カリウシ高級カリウシなんだ、高級レイバン、レイバン、そして帽子は高級帽子、帽子手縫いです、安物の人間ほっといてくれ中身が安物、誰が安物、カリウシは大好きで ね、うん、はい、いいでしょこれ、うん、袖とかね襟にも柄が入ってるから、ね、そうですね、両方ポッケ、ポケ両方ポッケね、何自慢よ、え何自慢さあさあさあ、そんなよし、イベントね、やるということで告知の方よろしくお願いします、告知の方です、はい、あの実は今週末ですね、金曜日4日9月に入って4日、もう残りねもう4ヶ月しかあらへん、もう3分の2が終わっちゃいます、うん、どっちか、こっちか、うん、これズームはそっちで渡して頼もうか裏川首里のイベントですけど、9月4日、大手女子のソロライブ、これオフのライブ、
オフショーって言ってるんですけども、あのオフっていうのはオーティス、フレッド、フミヒロで3人のトリオでね、ジャズっぽい曲、ブルース、ポップスやってるんですが、私のオリジナルももちろんこのメンバーでもやってるんですが、今回は私のソロになります、はい。ソロやからまあ値段もお手頃の500円か 5ドルっていうことで、プレイヤーズカフェ、もう創業18年ぐらいなんねよ。そうですね、すぐこの通り沿いですね、コザのもう心臓部、パークアビニューのど真ん中、プレイヤーズカフェ、本当にミュージシャン、プレイヤーがいっぱい集う、お店ですが、そこで9月4日の金曜日夜の、まあ、9時頃から10時頃からあと2回のステージあります。ぜひお越しください、はい。で今ユーストリームをご覧の方は見ていただける右側にね、あの9月11日も書いてます。これは首里でやってます、はい。首里はもう 5回目かな、4回目か5回目になる、毎月だいたい頭か半ばにやってます、金曜日。これも、これはアコギな世界ということで、ちっちゃな店なんですよ。15人ぐらいしか入れません、プレイヤーズカフェはね30人ぐらい入れますけど、あのこちらのアートライフカフェというのは 10人から15人で満員になります、はい。そちらでもやってますんで、こっちはちょっと早くね、モノレールの終点、首里駅から徒歩1分、はい、鳥堀の交差点の南西側の角にありますんで、誰でもすぐ分かります、ぜひお越しください。こちらは1000円ですが、私実は料理人で、はい、ポテトサラダがつきます。今回は私が作ったポテサラを持っていきますんで、それで1000円ということで、まあ、こっちもどっちも楽しいです。どちらかというと小座でやるときは英語が多い、首里でやるときは日本語が多い、まあ、言うても 7-3 ぐらいですね、どっちの割合も、はい、はい。失礼いたしました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。9月4日金曜日ですね、はい、プレイヤーズカフェの方で、ワンマンステージがあるということで、よろしくお願いいたします、はい。ひょっとしたらゲストがおるかも、ということです、ね、フルートが来るかも、かもしれませんと、はい、当日のお楽しみと、はい。さあ、千葉なさのこのハピスマフタのそろそろお別れです。お相手はそのたんこと千葉なさのことゲストにオーティスヨッシーでした。それでは、変なおさんでした。また来週ね、チャオチャオ